こんにちは、ドルメロチャンネルです。さて今回はドルメロ夏のセミナー企画第3弾、馬のデビュー時期をピタリと当てる不思議な数字のお話をしていきます。実はこの動画をアップする前に YouTube コミュニティでクイズを一つ出題しました。これはですね、先週土曜新潟で行われた新馬戦のメンバー表なんですが、もしこのメンバー表を今から10年後にいきなり見せられたら、あなたはこのレースがいつ行われたものかパッと即答できますか？また検索以外でどうやったらそれを知ることができますか？という問題でした。まあこんなことを考える人はね、私の他にはいませんけれど、でももしあなたのクラブ出資馬や POG ドラフト馬が早熟なのか晩成気味なのか、また2歳の夏頃にきっちりデビューしてくれるのかどうか、これが事前にある程度予測できたとしたら、まあこんなに役立つことはないですよね。ですから、まあ理論とか計算としては簡単な話なんですが、意外と得るものが多いデータなので、どうぞ最後までご覧ください。さて、このクイズを解く鍵、それは馬名の後ろに書かれたプラスマイナスの数字にあります。もういきなりね、種明かししてしまうと、数字の正体、それは予定日ずれと言います。まあ、何のことかというと、一頭の馬が生まれる予定だった日、まあ、正確には生産予定日と言いますが、その日から実際にはその馬が何日早く、あるいは何日遅く生まれたか、そのズレを指します。名前は私が勝手に予定日ズレと名付けました。教科書的には馬の妊娠期間は11ヶ月333日とされています。ですから4月1日に受胎した馬の生産予定日は翌年の3月1日になり、その当日に生まれたとしたら、馬はプラスマイナスゼロのズレと表記します。しかし JRA によると、近年における実際のサラブレッドの平均誕生日は、その予定日より約8日遅れているそうです。ですからこの平均通り、昨年4月1日に受胎し、今年3月9日に生まれた馬はプラス8の予定日ずれが起きたということになります。もちろん予定日ずれはもっと大きな幅でも起こり得ます。10日以上早く生まれる馬もいるし、3週間以上遅れて生まれる馬もいます。まあこの辺に何か意味がありそうだというのが今回のお話です。さてこの予定日ずれは、みんな大好きジャパンスタッドブックのサイトで簡単に調べられます。まずその馬の、誕生日を見まして、で次にこの種付け情報をクリック、でそして、生産予定日を見たら、この2つの日付のズレを数値化する。これだけでね、予定日ズレを簡単に知ることができます。ですからちなみにディープインパクトの予定日ズレは、そう、プラスの5ですね。で、もちろん外国産馬や持ち込み馬は今のところデータがないので計算できません。
この予定日ずれに関して、一つ覚えておきたいことがあります。昔まで私が YouTube をしていない頃に、ブログにやってきたある牧場の場長さんに教えていただいたのですが、一頭の繁殖牝馬の産駒たちはプラスでもマイナスでも毎年だいたい同じように予定日からどちらかにずれるよと言うんですね。で、そのずれ方こそが各母馬の特徴なんだと。だから牧場はこの母の予定日ずれの傾向を見て出産準備の順番を決めているのだそうです。ということでね、通常なら母馬たちは似たような予定日ずれで毎年子を産む傾向にあると覚えておいてください。さて、今回の予定日ずれに関して私が興味を持った直接のきっかけ、それはある本の中に馬産の名人高橋勝四郎氏の言葉があったからです。中島氏の著書血のコンプレックスにも登場するこの高橋氏は、名馬の研究という本の中で馬の妊娠期間についてこのように語っています。子馬というものは334日48週を平均妊娠期間として350日、つまり予定日より16日遅れになると小柄な子が多い。母体内に長く入っていると丈夫な子が誕生するかというとそれは逆で、予定日より大きく遅れるのは途中で子馬の成熟が止まった証拠。そういう子は一般よりも小さいものです。ここでの高橋はね、あくまで生まれる子馬の体格に関する話をしているんですが、私にはもしかしたらこれは子馬のその後の成長曲線にも関係してくるんじゃないか、そんな直感があったんです。私は毎週の動画以外にも金曜日など YouTube のコミュニティに注目の新馬という記事を載せています。今年の6月末、そのコーナーに登場したのがこのミシシッピテソーロという馬です。このミシシッピテソーロに関して私はいつもよりちょっと自信がありました。形がね、シアトルスルー系から遺伝しているということもありましたが、当日パドックの保養も軽くて、これが7番人気で勝ってくれたのはもう美味しいの一言でした。で、その彼女がね、右側に書いてある予定日ずれの数値、これがプラスの1、つまり彼女は予定日よりわずかに1日だけ遅れて生まれてきた馬で、対してね、他の馬は結構数字が大きく外れた馬が多いなという印象だったんです。ミシシッピテソーロの次走は新潟のダリア賞でした。ここでも彼女はそうそう負けないだろうと見た私はもちろん馬券を買ったんですが、と同時に今度はですね、どの出走馬もあの東京の新馬戦より予定日ずれが小さい馬ばかりだなぁと、そう感じたんです。一般に予定日ずれが大きく遅れた馬は母体内で途中成長が止まった子でしたよね。ならばこの時期の早い新馬戦を一つ勝てる馬は逆に予定日ずれの小さな馬なのではないか、そう考えて、次週の札幌コスモス賞の結果も見てみると、やっぱりね、
予定日連れの小さな馬が位置に着していた、この仮説は意外と正しい方向へ進んでいる気がしてきました。そこで次はですね、今年3歳の夏まで未出走で残ってようやくデビューしてきた馬たちの予定日連れ、これをね調べてみたんです。ですると、ここ1ヶ月くらいでもね、この大きめの遅れ連れで生まれた未出走馬、これがですね退去いたことが分かったんです。よくね、未出走でもいきなりデビュー戦を勝つ素質馬がいると言われています。今年も7月23日に、プラウドヘリテージというあの5ドルフィンの馬が未出走で、福島のダート戦に出てきていきなり勝ったんですが、この彼の予定日連れはプラスの6、つまり彼はごく自然な、ね、成長を経たものの、事情があってここまでデビューが遅れた馬かもしれない。こういう未出走馬が勝つのはわかります。しかしね、他の予定日連れが大きく遅れてしまった馬というのは、今3歳の夏に至っても馬体の成長が追いついていないのかもしれませんね。その未出走馬の中に、一昨年ですか、シルクで募集された母スイープ東証の子ピエドラ・デルーナという馬がいました。残念ながらデビュー戦はね15着に終わったのですが、これはですね、母スイープ東証3区の中で競馬にデビューした馬たちの一覧表です。ここでは予定日連れとデビューの時期の関係を見てほしいんですけど、この兄弟の中で東証ビクターとピエドラ・デルーナだけが大きく遅れた予定日連れで生まれて、デビューが3歳7月までずれ込んでいるのに対して、予定日連れがなかったスイープ・セレリタス、これは2歳の8月にはもう新馬デビューしていたことがお分かりでしょうか。この関係をもう少しね、分かりやすくグラフにしたのがこちらです。スイープ東証の3区たちは予定日連れの日数とこのデビュー時期の間にこのような綺麗な直線関係ができることが分かります。それはピエドラ・デルーナも同様で、プラス17という遅れで生まれた時点で、あらかじめ彼女のデビュー時期がひょっとすると3歳の7月頃ではないかと予測できそうだ、そういうお話なんですよね。でも先ほど私こう言いましたよね。牧場の方が母馬によって予定日連れはだいたい同じ傾向になるからお産の時期もわかるんだって。でもね、この母スイープ当初を見るとなんだか全然予定日連れが揃ってないじゃん。どういうこと？おそらくなんですが、スイープ当初にも大まかな予定日連れの傾向はあったと思います。それがプラスの10日ぐらいなのか、どうかはっきりはしませんが、でも今回ズレが揃っていないからこそ、大きくズレた馬がより一層分かりやすい成長曲線の違いを見せてくれたとも言えます。反対に予定日ズレが全て揃っているのに産駒のデビュー時期がバラバラという場合は、今度は産駒のデビュー時期が各個体の成長に適していない時期である可能性が考えられます。これはわかります？例えば馬体が固まっていないまま早すぎるデビューを迎えたり、あるいは何かあってデビューが遅れたんじゃないか、そういう予測ができるのがこの予定日連れの良さであり怖さでもあるんです。
ではこのグラフをちょっとお借りして、先ほどのね、心拍クイズの答えを考えていきましょう。まず考察の1として、この出走馬の予定日ずれがプラスマイナス10以内に皆収まっているということは、考察の2として、これは2歳初期の、新馬戦なのではないか。で、次に考察の3として、じゃあね、例えばこの全出走馬のズレの平均値を計算してさっきのグラフに当てはめてみよう。実際計算しますと、この全馬のね、ズレ平均値、これは 2.2 と出ますので、それをね、先ほどのグラフにこう当てはめますと、どうもこれは2歳8月頃の新馬ではないかと推測できるんですね。答えは2歳の8月頃ということになります。ちなみにサラブレッドのごく平均的な予定日ずれはプラスの8日でしたよね。ということは、このグラフから言えば平均的な成長曲線の馬はこの2歳の暮れ頃にはデビューできそうだということになるでしょうか。これはね、あくまで一つの目安として覚えておかれるといいでしょう。さて、ここからはこの予定日ずれを実際に使う上での注意点をいくつかお話しします。極意の一つ目は、予定日ずれ理論は馬の完成時期、成長曲線を探るツールである。例えばこの括弧1、近年の朝日杯勝ち馬を見ると、やっぱりね、予定日ずれが小さな馬、成長早めの馬の活躍が目立ちます。しかし中にはこのダノンプレミアムのように、このプラスの18で勝てるような馬もいますから、あくまで一つの目安として考えるのがいいでしょう。ではね、そんなダノンプレミアムのような馬をどう考えるか、それは括弧の2、ズレの大きな名馬がいることですよね。ズレが大きく遅れた馬の成長が晩成気味であることは確かです。それはこちらのね、スイープ投手をしかり、またオルフェーブルもしかりなんですが、こういった馬たちが3歳の早い時期からもし開花したならば、その馬は怪物級の名馬である可能性が高いです。ただこれにもね、注意があります。括弧の3、ズレの大きな馬が早期に無理がかかると、その後の成長を阻害する可能性もある。括弧の3はね、今年のダービーの 1,2,3 着馬の予定日ずれです。この数字からはね、ドーデュースとダノンベルーガに関しては比較的完成が早かった組ではないかという推測ができる一方で、イクイノックスに関してはこの春の時点でまだ全然体ができていないままのダービー参戦ではなかったか、そんな想像もできます。その後の経緯はね、皆さんご存知の通りで、数字の大きな馬はこういうケースも考えられると冷静にね、頭の片隅に置いておきたいですね。極意の2つ目、予定日ずれは馬の能力反映値ではない。今までの名馬の数値を見ても分かる通り、これはあくまで馬の成長曲線を予測するもので、能力値ではありません。ただね、実際にクラブ募集の選定などに使うときは、あまりにデビューが遅かったり体が未熟では困ると思うため、今のところ私はね、マイナス7からプラス16くらいの範囲で
馬を推奨するつもりです。まあ、特にね、このプラス16は名人高橋勝四郎氏が線引きした基準でもあります。実はすでに、今年の夏セール購買馬の選定にはね、一部使用していますし、来年は POG とかクラブ募集への導入も考えているところです。極意の3つ目、兄弟間で飛び抜けた数字には要注意。基本的に兄弟間では予定日ずれの傾向は似ていますから、一頭だけそこから大きくずれた馬がいたら、その扱いには特に注意が必要です。またこんな例もあります。これはですね、シーザリオ品系の話なんですが、おばあさん、祖母キロフプリミエールの産駒はシーザリオの前一つ上の兄くらいから予定日ずれが大きく変わっていることがわかります。それまでは大きな遅れ傾向であったものが、このシーザリオを受胎した当時はほぼ予定日ずれなしになっていることから、これはもしかすると祖母キロフプリミエールの繁殖としてのポテンシャルがようやく整ったことを示すデータかもしれません。またシーザリオ自身の産駒たち、エピファネイア、リオンディーズ、サートゥルナーリアはそれぞれ似たずれ傾向で、実際の姿はさておき、個人的にこの3兄弟は成長曲線が普通かやや遅めであったのではないかと推測します。極意の4つ目は、初子と空体子産駒に要注意です。手塩理論では、初子それから空体子の産駒にはね、配合の不備をリセットする効果があるとされています。まあ、よってクラブ募集等においてもね、狙っている方多いと思いますが、その際できれば今後はこの予定日ずれも一緒に見ておくことをお勧めします。というのはですね、初子と空体子産駒の中には時に予定日から大きく遅れて生まれた産駒、つまりは仕上がりの遅そうな産駒が含まれているからです。私としては初子にね、そういう子が多いことは予想していました。ウィザンはね、母体特に子宮がね十分に大きくなっていないこともあるんでしょうし、ただね、今回お産を経験済みの母でも空体後1年の休みがどうも母体に変化を起こすことがあるっていうのはちょっと意外でしたよね。まあ専門家ではないのでね、そこの詳細わかりませんが、とにかく予定日ずれの大きな初子と空体子産駒、これは要注意です。最後に5つ目、早生まれずれの影響は未だ不明です。過去10年くらいの JRA 重症化チームを調べると、2010年に予定日ずれがマイナス14だったブラウンワイルドという馬がね、小倉2歳ステークスを勝っており、今のところこれがマイナスずれ重症勝ち馬の最大値だと思われます。母のブラウンシャインはこの最初の数年はですね、予定日がマイナスにずれる繁殖だったんですけども、この晩年はどうもプラスずれに移行して、以後はねプラスで安定しちゃった繁殖です。でそれに伴って産駒のデビュー時期も少しずつ遅くなっていることがわかります。でこの大きなマイナスずれが産駒にね何か悪い影響を与えているかどうかはまだ分かっていません。単なるね早熟なのかもしれませんしね。ただこれも兄弟の傾向から一頭だけ飛び抜けて大きなマイナスであるときは、出産時にね何かトラブルがあった可能性もありますので、十分な注意が必要だと思います。
今回の馬の予定日ずれと成長曲線のお話、いかがだったでしょうか。もし今後時間があればね、この理論を使ってある名馬の成長曲線に関する話題に切り込んでみたいと思っています。どうぞお楽しみに。2022年ドルメロ夏のセミナー特集はこれにて終了です。長くなりましたが、皆さんお疲れ様でした。他にもね、馬に関する何か不思議な現象を解明してほしいということがありましたら、ぜひこちらまでお寄せください。お待ちしております。信じるも信じないもすべてあなた次第です。